消防士の体験などを通して消防の活動を広く子どもたちに理解してもらおうというイベントが伊東市で開かれました。消防フェスタは消防や防災を楽しく学び、市民に消防士の活動を理解してもらうため伊東消防署と市内の消防団が開催しました。会場では火災を想定した消火活動や煙が充満する空間などを体験することができます。中でも人気を集めていたのが、高さおよそ25メートルまで上昇するはしご車の体験で、子どもたちはその高さに驚いていました。高くて怖い。会場の子どもたちは1日限りの消防士気分を味わっていました。